桜谷風の峠間を走行する10番電車、桜谷京弁鉄道は、大阪府北節にある日本で唯一個人所有の、庭園鉄道である。法律上の鉄道ではなく、鉄道模型扱いである。大阪府豊野郡と豊野町に所在する、個人の趣味で付設された15インチゲージの、庭園鉄道である。放棄上の鉄道ではなく、個人所有の鉄道模型である。 名称はかつて存在した桜谷鉱山にちなむ。オーナーの持本節夫は仲間と共に半導体関連の会社を共同経営していた。退職後の1990年代半ば、大阪で偶然本物の鉄道用レールを扱う会社を発見し、6キログラムレール1本約7000円と、廉価であったことに驚き、購入したことから桜谷軽便鉄道の歴史が始まった。 当初は観賞用に設置したが、その後線路を伸ばし、手押しトロッコやバッテリー駆動車を製作して走らせた。初期の頃は、現在のように多くの人が乗って楽しむというものではなく、トロッコをビール瓶の持ち運びに使うなど、自宅内での実用にも供していた。設備が充実するにつれ、見物客が増え、近隣住民の目を気にせざるを得なくなった蒸気機関車の煙が、 近所迷惑になるなどの理由で、後日の南山線への移転に至った。桜谷京弁鉄道としての期限は1998年5月5日の軌動線全通に求められる。その後規模は拡張し続け、2004年8月10日には、専用の土地を購入して南山線が開業。その後も、車両のみならず、側線や信号機の増設を経て、現在に至る。 黎明期軌動線時代ナムソン線、船、時代桜谷警弁鉄道の特徴は、すべての設備が手作りでありながら、大人でも、車両内部に乗り込んで走行できる。信号、標識類も実際に動作しているため、列車はこれらを守って走行することが求められる、ことから、後日の免許制度が運用されている。また、有志による補選などのメンテナンスも行われている。また、 レールや車輪等を除いて、部品は日用品から作られるものが多い。電鉄付きのだるまにしても、鉄アレイを流用していたり、電動ポイントに事務機器の配品モーターを再利用していたり、電車のヘッドライトは、カットリ専攻の缶ブレーキハンドルは、鍋の取っ手をもとに製作と、日用品が多用されている。1998年5月5日に開通した。 オーナー宅内の環状線である。当初は鉱山の構内軌道などに見られる 508mm ゲージでの布設を構想していたが、家屋と塀の間の極めて狭い空間で車両を走行させるために、機関を 381mm とし、馬面の車両を走行させていた。全通後の総延長は7 5ルとなった。その後、戦術の理由で、 後述の南山線に半ば一転するような形で2004年頃から休止状態となっていた。2008年7月現在、軌道がすべて撤去されているものの、庭の一部に豪大河川が残されているのが確認できる。2001年8月10日に開通した全長約150メートル、風の峠駅と桜谷駅を約2分で結ぶ、鉄は例型の環状線となっている。 側線などの一部を除き電化されており、路線の一部は複線化されている。路線名の南山は当地の古い地名から命名された。口述の方法で一般公開されている。整理券の配布を受けることで体験運転することもできる。2015年8月までは、下部軌道。2015年8月以降は、子供忍者軌道と名称が変更された。 南山線の下にある一車車両と28号資材台車だけが置いてある線路で動力車はなくスタッフの許可があれば誰でも自由に一車に乗ったり一車を押したりして遊ぶことができる南山線よりも低い場所を南山線に沿って一直線に走っているが風の峠駅に合わせるようにカーブがありそのカーブの先で 後日のインクラインの下をくぐり、さらに先に屋根付きの車庫がある。桜谷京弁鉄道のインクライン2016年4月、完成。南山線より低い位置にある倉庫と南山線の風の峠駅を結んでいるインクライン。倉庫と南山線の物資輸送に使用される。工事用であるため、乗車はできず、一般客は動いているところを見ることもない。 子供忍者軌道と立体交差しており、インクラインが子供忍者軌道の上を越える構造となっている。風の峠駅風の峠駅は南山線に存在する二面二線の中心駅で、運転会中は友人駅である。駅の奥には車庫が併設されており、多数の車両が止まっている。また、作業場のほか出発口がホーム奥にあり、 記念乗車券の配布などに使用される。運転会の際は原則この駅のみで乗降を取り扱い、乗客は当駅で乗車後一周して、当駅で降りる。このことから、当駅は輸送拠点ではない。風の峠という駅名はすぐ下の国道にある峠に、ちなみ、宮沢賢治の風の又三郎や銀河鉄道の夜のモデルになった岩手京弁鉄道の終点。 千人峠のイメージを重ね合わせて命名された。桜谷駅桜谷駅は一面二線の駅で、運転会中は無人駅である。0キロポストが設置されていたことから桜谷、京弁鉄道の起点の駅である。桜谷駅構内は何度か配線変更されてきたが、現在はホームに面する二線と一線の留置線、一線の対比線がある。 運転会中にこの駅での乗降は原則として行っていない。桜谷という駅名は南山線のある場所から南へ5分ほどに位置した道高山桜谷鉱山から命名された。機動車、機関車、電車など様々な車両がある。記録に残る限りではこれまでに33両が製造された。すべてオーナーの手作りで、 製造には3ヶ月から半年を要する。2018年5月現在、電車2両、客車5両、機関車5両、機動車1両、その他の車両4両の、計17両が在籍している。2017年8月までに、電車1両、客車3両、機関車6両、機動車1両、その他の車両5両の、計16両が廃車、または寄贈された。 桜谷京弁鉄道では、現在南山線と子供忍者軌道に限り次の方法で一般公開されている。2019年11月の運転会より、新規の講習、試験の受付を休止しているため、現在一般来場者は体験運転によってのみ、運転することができる。スタッフが配布する整理券をもらえば、スタッフ付き添いの上で南山線を一周運転することができる。 整理券の配布は、運転会の開始と同時刻の13時から、体験運転の開始は13時30分頃からとなっている。整理券の配布枚数は15枚で先着順である。スタッフ付き添いのため、幼児から大人まで誰でも運転できる。2019年10月まで、桜谷軽弁鉄道には免許制度が運用されていた。以下は、 休止前に実施していた試験内容である。いずれの免許も運転会当日の昼11時より受付を開始する。受験、免許発行などの費用は不要。ただし、受験、受講は先着5名まで。発行される1日免許証の見本。1日免許初めて試験を受ける場合は、すべてこの免許になる。講習終了で免許証が発行される。 この免許を取得すると、スタッフが後ろについている時に限り、列車を運転できる。受講資格は、特にないが、スタッフの指示通りに機器を操作できることが条件である。有効期限は、その運転会限り。1日免許この免許を取得すると、列車を一人で運転できる。講習と実技試験がある。受講、受験するには、1日免許の取得が必要となる。 年齢制限はないが、線路形状、信号機などをすべて覚える必要があるため、難易度はやや高く、合格率は50%程度。本免許証発行までの仮免許であるため、有効期限は、その運転会限りである。またこの試験に合格できなかった場合でも、スタッフ店常時限定免許が発行される。本免許1日免許取得者のうち特に優秀な、 運転士に発行される、顔写真付きで有効期限は1年間。ありがとうございます。